こんにちは、有馬薫です。今回もご視聴ありがとうございます。感謝しています。はい、今回の心を解放してセルフイメージを変えるカウンセリングは、人が怖いということをテーマにお話をさせていただきたいと思います。最後まで、ぜひご覧になってください。人が怖いで、これを見てくださってる皆さんの中にも、人が怖いな、なんかっていう、そういうふうに、思いながら、生きてらっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんし、そこまではないんですけど、まあ そこまでなくても、なんか、人といると緊張するし、なんか人にどう思われるのかなとか悩んでらっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんね。はい、人が怖いという感情はどうして起こるかというと、過去に自分は人に傷つけられた、人が傷つけたって、思ってることも含めて、だから人にすごくやっぱり傷つけられた経験がある人というのは、人を怖いっていう傾向が強いです。で、なぜかというと、人というのは自分を傷つけるんだっていうふうにちょっと潜在意識に入ってしまうんですね。しかもその期間が長かったり、幼少期だったりするとなおさらです。人というものは怖いんだ、自分のことを傷つけるんだという存在っていうポジションが自分の中に根付いてしまうんですよ。で、かたや例えばすごく愛されてきた、優しくしてもらった人っていうのは、人というものは優しいんだ、人というものは、自分にとても優しくしてくれる愛情深い人なんだ、だから人が大好きっていうふうに思います。これがものすごく、どう思うか、どんなふうにね、傷つけられたことがある人と愛された人とって、もう真逆です、人に対する感じ方で。例えば犬、ワンちゃんね、ワンちゃんが嫌いな人、怖い人って言いますよね。嫌いな人と、怖いっていう人といると思うんで、怖かったら嫌いだと思うんですけどね。ただ単にその毛が抜けちゃうとか、匂いがするとか、もううるさいから嫌いっていう人は、怖いとは多分思ってないです。でも例えば怖いと思っている人は、すっごく吠えられたりとか、もしくは過去噛まれたことがあるとか、なんか嫌な思いをさせられた、犬に嫌な思いという怖い思いをさせられた、そういう経験があると、やっぱり犬をこ、あの、怖いと思ってしまうんですね。怖いし嫌いだし。で、その犬だけじゃないんですよ。その自分を例えば噛んだとか吠えた犬、その犬だけが例えば嫌いじゃなくても、犬という全部の対象なんですね。ちっちゃい犬とかも関係なく、自分を噛んだとかじゃなくて、もう犬全体が嫌いで、それと一緒ですよ。自分のことを傷つけた人っていうのは、一人かもしれないし、二人ぐらいかもしれないですけど、で、自分を傷つけたのは人間、もう人間ですよ。そうすると、人間というのは、自分にとても嫌なことをする、辛いことを、辛く感じることをするのが人なんだ、人は私のことを傷つけてしまう存在なんだってなると、怖いですよね、人のことが。で、なるべく遠ざけようとします、本能的に、もう生理的に、自分を守るためですよ、ね、だってもう傷つけられた経験があるから、もう二度とあんな目に遭いたくない、だから人に近づかない。で、もちろん心を開いてしまうと、ますますね、傷つけられることもあるので、もう極力、話さないし、話をしなかったりとか、本音を言わない、もう表情的にも、もう最低限の、交流しかしない。で、そういうふうになってしまいます。で、これは仕方がないことなんですよ。ね、過去やっぱりずっと傷つけられてきた人、特に幼少期とか、あとその傷つけられてきた期間が長かった、
まだよくわからないうちに人が怖い、人は怖いものだっていうふうに刷り込まれてしまうと、人間自体も例えばそのした人だけじゃなくても全部人間は怖いんだ、自分のことを傷つけるんだなっていうふうにしか思えないんですね。だからそれがどんなに大人になっても人そのものが怖い、できればもう会いたくない人にっていうふうに思っちゃいます。でも浅くてもいいので、すごくその気持ちはわかるんですけど、形だけでもやっぱり人と付き合いは続けていかないと、ますますもう人と目を合わせることさえできないし、本当近くにいるだけで怖いっていう思いがますます強くなってしまいます。だからそうならないためにも、もうきついと思うんですけどね、表面だけでもちょっと人付き合いは続けていった方がいいと思います。で、人を、遠ざける、怖いから遠ざけてる人っていうのは、まあ、自分の殻にと閉じこもりがちなんですけども、それじゃやっぱ寂しいし辛いですから、どうするかというと、まあ、動物とか植物とか、あと自然だったり、また趣味とかね、物とか、そういうものに、癒してもらおうとするんですね。で、自分の傷ついた心はペットのワンちゃんしか分かってくれないわよとかねあなただけよとかね、してる人もいますしね。でもそれでじゃあ癒されるかというと、これが癒されないんですよ。少しはね、癒しにはなりますよ。動物とか花を育てたりとかね、自分の好きなものとかに囲まれて幸せな気分もありますけども、それだけで傷ついた心を癒せるかというと、それはまずありません。なぜなら、人によって傷つけられた傷は人によってしか癒せないからです。で、もう一回言いますね。人によって傷ついたのであれば、人によってしか癒してもらえないんですよ。例えば失恋をした時に、その失恋の傷というのは新しい恋でしか癒せないってよく聞きますよね。結局自分を、まあ、振ったとかね、まあ、別れた相手がいますよね。で、そして傷ついた、失恋という傷、それを新しい恋人の出現によってその傷が癒えて、新しい恋ができる、そういうふうになってます。なのでそれと一緒で、人が傷つけたんだったら愛のある人に癒してもらうしか方法がないんですね。じゃないと真の部分では癒されません。ペットとかに、まあ、表面は癒してもらっても、中の方の深い傷っていうのは癒してもらえないんですよ。で、傷ついた心を守るために人が怖いっていう感情が出てくるんですね。結局自分を傷つけたのは人間で、じゃあ人間に近づいたらまた傷つくんじゃないかっていう、その防衛本能が怖いって感情を出させて、そして自分を守ろうとしてるんですよ。だから人が怖いっていうふうに思うんですけども、でもほとんど周りにいるのって、人なんですよ。一人で誰とも関わらずに、一日中人を目にすることもなく会話をすることもなく、もちろんできますよ。物質的には可能なんですけれども、そんな今の社会でそれはすごく不自然ですし、はっきり言ってそれはもう病気です。人と全く関わらないというのはですね、でそれでいいはずはないと思います。引きこもりの方もやっぱり人が怖いっていう理由もすごく大きいと思うんですけどもね、やっぱり一歩外に出るともう人が
必ずいますからね。でスーパーに行っても絶対人がいますし、どんなに田舎でもやっぱりちょっと歩いてたら誰かすれ違いますよね。でそれが怖いんだったら本当にもう一歩も外に出れなくなってしまいます。でそんなんで楽しいわけもないし、やっぱ病気になってしまいますので、それはやっぱ避けたいんですよ。でそのためにも表面だけでもいいから、人との縁を、まあ人と全く関わらない環境に慣れてしまってはいけないんですよ。いくら人が怖いからといって一日中家の中に引きこもっていては、やっぱりそれでは何の解決にもなりません。なので、最低限のね、その社会的な、人との関わりは続けながら、辛いとは思うんですけどね。でその中で、治療をしていかないといけません。もうそこまでやっぱり人が怖くてたまらないという人は治療が必要です。どんな治療かというと、自分の傷を誰か一人でもいいから知ってもらうことですね。普通の人はあなたが傷ついてる、人によって傷つけられたことも知らなければ、傷を負ってることも知らないんですね。で知らないからこそ、その方が悪いんじゃないですけど、あなたのその傷ついた傷に、触れてしまうことが多々あります。相手は知らないので、あなたが怪我をしていることを知らない。例えば腕をね怪我してたとします。もうすごいひどい傷で、痛いからちょっと触れられただけでも悲鳴を上げそうなぐらい痛い。でも洋服をその上から着てるから相手にはその傷が見えません。でその時に普通に親しげに寄ってきて、ねえとかってポンと叩かれたら、もう痛くてたまらないですね。でそういうのを避けたいんですよ。いつその人が傷に触れるかわからない、そんなところに行くのが怖い、だから人に近寄ってほしくない、そういうのがあるんですね。だからあなたが怪我をしてるっていうのを相手がもし知ってれば触れることはないです。触れるどころかその傷の治し方とか、気遣ってくれたりとか、そういうのを話してくれたり、であなたもどんなに痛いか、痛くてたまらないかっていうのをその人に言うことによって癒しが起こってきます。だからそういう人を一人でも、最初は一人でも見つけて、治療をしていかなければなりません。もちろん一般の人では難しいかもしれません。だからカウンセラーだったりとか、お医者さんだったりとか、まあ、そこはいろいろあると思うんですけども、ね、もしくはその一般の人でも、同じような経験をして立ち直った人、そこからこの人だったら分かってくれるっていう人もいるかもしれません。でもどっちにしてもほとんどの人はあなたが怪我をしてる、まあ、心に怪我をしてるっていうことが分からないので、確かに怖いと思うんですね。突然バッと触れられたりぶつかられたりするのがすごい恐怖だと思うんですね。だって悲鳴を上げるぐらい痛いわけですから。でそういうことをまあ考慮して、例えばここを怪我してるとしたら、もうこっち側には絶対にその人を寄せないようにしてももちろんいいと思うんですよ。こっち側だけ、ぶつかられても大丈夫なところだけ、もしくは遠く離れたところだったら大丈夫、このぐらいの距離だったら大丈夫というふうに、限定して、あんまりこうこの辺まで近づいてこれないようにしながら、自分を安全なところに置きながら、で自分の傷を話せる人ね、怪我をしてて痛いということを話せる人は絶対必要です。じゃないとこのままだとやっぱりずっと人を避けて怖いと思いながら生きていかなければなりません。でその傷にもしね触れられた時に、相手に対して なんていうのかな、その相手は知らなくてその傷に触れてしまったんですけど、あなたはやっぱりその触れられることですごい痛い思いをしてます。なので相手に対してやっぱり攻撃をしてしまう
恐れもありますよね。何するのよっていう感じで。でも相手は悪気もないし、あなたの心が傷ついてるということも知らないので、わからないんですよね、そう言われても。だから変な誤解を生んでしまうこともあります。だからまあ今時点では表面上だけお付き合いをして、で治療を一緒にしてくれる人にだけ傷を話して見せてっていうことが必要なんじゃないかな。やっぱり人が怖いっていうふうに思ってるんでしたら、だから人によって傷つけられたのであれば、ペットとか自然とか必要ですよ、もちろん必要ですけど、それだけでは癒されないっていうことも頭に入れててください。そして自分の傷、心の傷をどういうふうにしていくか、人が怖いというのをどのように克服していくか、これはやっぱり人の協力が必要です、絶対に。なのでもう人をただ避けて、人が嫌いで人が怖いからただ避けて、生涯終わろうって思ってる方もいらっしゃると思いますけど、無理ですよ。私もそうやって、人間が大嫌いで人が怖くて、だからもう人と関わらずに生きていこうっていうふうにずっと思ってましたけども、やっぱりもう人がこんだけいるのにね、それはちょっと不可能だし、一向にやっぱり人以外のものでは癒されることがなかったの で、最終的にやっぱり人によって癒してもらいましたのでね、私も。だからそういう方は、怖い怖いって思うのはいいです、もう仕方がないので、そんな自分を否定することはないです、当たり前なので。でも、避け続けるのだけはやめた方がいいと思います。絶対ね、その怖いんだけども、人っていうものを自分のやっぱり、そばに、将来的にはね、そこを克服して人と関わっていくっていうことを前提に、治療を続けてくっていうね、その選択をした方がいいと思います。はい、ということを今日はね、お話をさせていただきました。はい、最後まで見ていただいてありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録といいねのボタンも押していただけると嬉しいです。はい、では以上になります。有馬薫でした。それではまた。